ゃあホワイトレッスン編。浮いちゃうから浮かないように、そうそうそう、で振りづらいって思ったら振りづらいまんまでいいから。オッケー、そっちの方がスイング的には綺麗。あの金田首子スイングになるにはね、左膝動かさない。左足ベタ足ですもんね。ベタ足、あのセクシーな、そうセクシーな、セクシーになるためには左膝は動かさない。ガンガンね。え、当たんないですか？どこにいつ当たるの？当たんない。当たんないよ。怖い。大丈夫。当たったら褒めてあげる。やって。左足止めてクラブは上に上げる。クラブは上に上げる。はい、
左足を踏ん張って上に、OK、あ飛びそうだな。もうちょっとじゃあグリップ両手ちょっと強く握って、振らなくていいから、振らなくていいっていうのは一番上までいかなくていいから、ギュって握って、クラブは離そうね、クラブは上に上げるよ、クラブ、そうクラブは上に上げるよ、グリップギュって握ってね、グリップギュって握ってもらった理由として、まあみんな見てもらうと分かる通りオーバースイングすぎるのでタイミングがずれやすいから当たんなくなっちゃうから、そういう人は結構ねグリップね強く握るとね、身軽止まるよヘッドはね、なんでそれでちょっとタイミングを取ってもらうと、今タイミング悪いからね、あちゃこちゃ行っちゃってるけど当たってないけど、何番？8番。いや、すごい軽かった。軽かったでしょ。なかなかやったからね。オッケー。あんま言うことないんだよね。ぶっちゃけ。最初はね、やっぱ当てるのをね。でもこれはハーフスイングじゃなくてフルでいいんです。フルでいい。最初。練習してるから。ああ、なるほど。でもその結構できてるから、できてるっていうのは、まあ、ある程度振る、なんか道具を振るっていうことが分かってる子だから、何にも言ってないだけ。ひたすら振り続けろってことですね。そうだね、今はね。できればもっと練習量を増やしてほしいなっていうのは本音。じゃないと無理。100ギリは無理。なんかね、その何々できてるかなっていうのは考えなくていい。あの何々できてるかなって振りながら考えると、あの振りがすごく遅くなっちゃって、あとは途切れちゃったりするからリズムがおかしくなっちゃったりとか。なんで左膝を動かさないっていう風に決めたんだったら、ずっと動かさないって自分の中で思ってればいいから。で結果動いてたよとか動いてなかったよっていうのは私の仕事で、ホワイトの仕事っていうのはとりあえずそこを意識すること、意識し続けることっていうのが仕事。あとはもう全力で振る。意識すること、意識し続けることっていうのが仕事。